リアル秋葉ボーイズついに夢の日本武道館公演開催決定。10月4日リアル秋葉ボーイズ日本武道館レペゼン秋葉原、スペシャルゲストに大石正義。逃亡犯は待ってました、待ってました、逃亡ばっかりしてました。だって曲がね、もうあった曲がね、もう見ればわかるから、それ一回見てみせーの、お楽しみリアル秋葉ボーイズでーす。マロンドラゴン、トラガジャイ、ズミアツキ、モラトミです。はい、というわけでね、ちょっと集まったわけなんですけど、やりますか今日も。やりますか。何も聞かされてないんですよ。あれ、なんだよ、マロさんが仕切ってるから。いや、わかんないですよ。なんかとりあえずこれやってくれってしか言われてなくて。とうとう来たわね、この時が。え、ブーン、うおー、びっくりした。ねえ、わかるやろ、ここにおったんやから。とうとう来たわね、この時が。このメンツといえば何、このメンツといえ ば, といえばバター踊ってみたいな。バターないだバターいなかったよ。確かに。今回やるのは、はい、自分たちのダンス解説。自分たちの、今回やるのは、私のこの学校は見ればわかるでしょ。え、保育園なっちゃいます。え、かわいくてごめん。違う、え、なんだっけ、パジャマ。そうですね、これなんエイリン、エイリンでしょ。取りました。大好評でございます。そうなんですよ、ありがとうございます。もうちょいでもう100万届くんじゃないかとっていう感じなんですけども、ね、もう踊ってる皆さん、はい、私にね、うん、もう言われるがまま、うん、着させられるがまま、そうね、どういうキャラなのかとか動きの意味みたいなのもあるのに、それを説明できないまま持ってったわけよ。はい、だから、まあ、今回はもうこの振り付けにはこういう意味がありますとか、この曲はこういう曲ですっていうのを改めて皆さんに説明したら、あれでしょ、あの前話したあの後付けの話。後付けじゃない、後付けじゃない、後付けの話。事実、今から話すの事実。それを知ることによって見てる皆さんも楽しめるし、うん、やってる俺らもね、確かにね、ああこれはこういう気持ちを込めてなんだっていうのが、ね、確かに見えるのありますんで、はいはい、ちょっとやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、はいはい、まあ、こちらエイリン、エイリン、正式名称が Help Me エイリンという曲なんでございますけども、はい、こちら簡単に説明させていただきますと、こちら、はい、クール&クリエイトさんという、はい、皆さんご存知、はい、ビートマリオさんが出演する同人の音楽ユニットの名前で、出してる曲なんですけども、はいはいはい、そもそもこの曲ってエイリンっていうキャラがいまして、うん、エイリンの曲ではないんです。それも今回のやってるのって東宝という、ね、まあ、あの東宝プロジェクトの楽曲曲アレンジ曲っていうくくりにはなるんですけども、通称東方アレンジ、はい、東方アレンジと呼ばれているものなんですけども、元の曲があるわけじゃないですか、うん、はいはい、その曲はあのエイリンの曲じゃなくて、蓬莱さんかぐやっていう、はいはい、あ、このキャラの原曲なんです。そういうだからそのキャラ、その格好だから、そうこのキャラがってこと。そう、このキャラがエイリンっていう従者がいるわけですね、うんうん、はい、お姫様で付き人というか、まあ一番の側近っていうのがいるんですけど、その方が医者なんです。あの、うん、薬剤師、あ、それで何でもできちゃうと、はいはいはい、物語の話ちょっと出しちゃうんですけど、不老不死、蓬莱の薬っていうのを作って飲ませる、なんかそれを作り出せるぐらいすごい、無罪に狙われる狙われる、狙われる。だから助けてエイリンって言ったら大体エイリンが何とかしてくれるっていう、ああっていう曲なんですね。あ、そういうことなんだ、はい、じゃあ分かってました。あ、うっすらうっすら分かってるやろ。これ大事なことじゃないの。結構心気に相当夢なんで、はい、相当夢です。だから東方を外側に出した曲かもしれないね。確かに、ね、ニコ動でめっちゃ聞いたもんね。だから今先生がおっしゃってることは、はい、見てくれてる人ですね、分かりやすい。そっち側はその原曲の名前が竹取秘書ルナティックプリンセスっていう曲なんですけど、はい、一旦そちらを聴いてもらいたいなと。原曲の方、はい、原曲の方を一旦聴いてもらいたいなと思いまして。原曲リスペクトって言いますね。素晴らしい。お前何取り入ろうとしてんだよ。急になんかそっち側、はい、じゃあもうリスペクト感が伝わるので。あ、そうなんだ。なんだろう。これも有名なメロだよね。リン、エーリン、これが原曲の。これが弾幕がこうなる。あ、そう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 、こういう展開だ。
ちょっとね、聞いてみてください。これ原曲なのは知らなかったわ、はい、確かに。これが原曲、これだけ聞くとなんか切ない曲みたいな感じ、ね、そうです、うん、なんかかぐや姫が、はいはい、まあ、やっぱりモチーフ、どうしても別れとそれに抗う焦りみたいなところが表現されてるっていう曲なんでございます。つまり俺たちが踊ったのって原曲を二次創作した、さらに二次創作と原曲二次創作した曲のリメイクです。リメイク、リメイクのさらに俺たちが踊ることによって、まあ、だから何次創作なんだろう。そして今回、はい、クール&クリエイトさんの、はい、ビートマリオさんがやってるんですけど、はいはい、プラスで編曲に、うん、作曲編曲っていうのがありますが、にイオシス様のマロンさん、はい、違う、ちょっとほといていいよ、あれなんかちょっと待ってよ。マロンさんが入って、はいはい、この前も「ダンマックカグラ」っていうアプリゲームがあって、はいはい、そこで「松代いナイトバグ」っていう曲を出したりとか、はい、2人でしてたりとかして、うん、まあ、そのもう2人といえば東宝のもうアレンジ楽曲でしょみたいな感じにはなってきてて、その2人が「ヘルプミーエイリー」のリメイクをしたということで、もう東宝ファンは「待ってました!」って言ったら「待ってました!」って言ったら「待ってました!」そして好か不幸か、まあ、不幸が多いんですけど、まあ、ニコニコ動画さんがね、はいはいはい、ああいうことになっちゃう、ちょっと前にそれが出まして、でも今の時代にぴったりな曲になってしまって、はい、もう爆伸びと、なるほど、はい、っていう感じの楽曲になっております。イオシスのマロンさんと、はい、まあ、クール&クリエイトさんのビートマリオさんがいるということで、その2つの同人作品のネタもてんこ盛りで振りに実は詰め込まれてる、そうなのね、そこら辺も注意しながら見ていきましょう。ここまで、はい、もうまずここはリメイク版のテイの耳をいじるっていう、そのそこを再現してるんですけど、タグルのはオリジナルです。オリジナルだよ、ね、テイって曲もあるから、それもちょっと聞いて、あ、そうですね、ウサテイですね、はい、それも後でちょっと説明しますね、はい。あれはいいな、はい、蓬莱さん、かぐや、稲葉、テイ、冷静うどん芸人、稲葉、霧雨、マリサ、コンパク、ヨウ、白麗、レームっていうのが、キャラの、ね、配置なんでございますけども、はいはい、ね、そして、ヤホコロ、エイリーですね。はい、ここ、はい、もう今飛んだところ、飛んだね、はい、高く、どうしようは、まあ、普通にやりましたけど、はいはいはい、高くのこのジャンプ、なんか見たことないですか、え、マリオ、マリオ、マリオ、そうなんです、僕はあのビートマリオさんのマリオにかけて、ここのジャンプ、あ、すごい、いや、マリオのジャンプってこうじゃないと思ったら、いやいや、もういいです、マリオジャンプ系、マリオジャンプ系、そういうのいいです、まあ、ちょっとマリオジャンプっぽいジャンプをしたらいいんじゃないかな、そんなのがあったんだ、確かに、まあ、こんな序の口ですよ、まあ、これはエリーですね、おう、はい、まあ、ここは普通です、はい、ここ、はい、ここ、今のこれですよ、皆さん大好き、モリアステップと呼ばれている、これがモリアステップ、はい、方法の、まあ、これを見ればわかります、はい、はい、一旦こちら見てください、はい、こちらが、モリアステップの、はいはい、いつもやってるじゃないですか、はいはい、こうやって、はいはいはい、これはモリアステップ A です、はい、B もある、そして、はい、こちらが、はい、こちらが今やったモリアステップ B になりますね、はいはいはい、これがモリアステップ、なんかあの元ネタというか、東方好きの方からしたら、この動き見たら、あ、もうモリアステップだ、モリアステップ、はいはいはい、 A、B、 はいはい、はい、 A、B、 A、B、 はい、はい、ここですね、はい、あれ、これもあるの、これもあります、イオシスさんの超昔の動画で、クラブ息吹 in ブレイクオールっていう楽曲があって、それの MV というか PV の動画から抜粋した、これ知らない、また違う動画が出てくる、はい、こちらですね、あ、これが、そして、そしてこの後なんですけども、これ、トーマスやってる、トーマスやってる、トーマスやってる、はい、っていうところで、僕らにちょっとゆかりが深いなと思いまして、トーマスやってないですよ、トーマスはなんかどっかでやってくれないかなと思ったけど、やんなかったんで、トーマスをやってて、まあ、すごい、あ、トーマスやってるってなった曲だったので、キャッチーな振りなので、まあ、今回入れさせていただいた、これを使ってるよっていう、東方ファンからするとやっぱりイオシスさんのこの曲かるんだ、あの大好きだと思います、なるほど、はい、はい、まあ、ここでエイリン、はい、ここはね、リン、エイリン、楽しそうって自分やってるんですよ助けてエリー、
で、ちなみにここエイリンが助けてエイリンって言うんだって突っ込まれてて、まあそうだね、まあ、それ本人がね、本人がね自分っていうね。これはなんかないんすか？これは普通です。これはパリピステップ。これはパリピステップをただアブさんがそうやってくださいって言ったらやっただけです。投稿全く関係ないので、まあちょっと割愛させていただきます。この後です。はい、この後です。はい、これですね。これ。これ。これ意味あるの？これでもゾマさんも知ってるんじゃないですか？これはね、そうなんだっけこれ？これは一番有名なのは幹部で止まってすぐ溶ける。わら人形にゴスゴスゴス。いやそれではないですよ。惜しい。でも惜しい。はい、じゃあその元ネタを見ていきます。ちなみにこれっていうのはオーバードライブっていうのを編曲してる感じですね。これさあちょっといいかしら。はい。これなんかもう孫の話聞いておじいちゃんってこういう気持ちなんだよね。何にもわかんない。じゃあ元ネタをちょっと見ていきたいと思います。はい。だね。これは見たことある。あ、確かに。あ、これこんなオーバードライブつってあるの。でっけ。あ、そうなんだ。これだ。これだ。あ、あるあるある。当時のニコ動でもね。メガ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 赤いっていう曲やね。オーバードライブまでちょっとちゃんと聞いてなかったもんな。で、ちなみにこれ歌ってるのニコさんです。ああ、キロの。へえ。これでもちょっとやらせてもらった。そう。グリーンの青春の歌ってもらったね。楽曲歌ってもらってる。青春も。へえ。すごい。まあここからはもうこれあなたですね。もうそうですね。これは今のはただの僕の変顔です。すごい顔してる。いいですね。綺麗綺麗ね。お出てきた。でん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 、ここです今の。これも？はい。でん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 。またのハメでしょ。バン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 と言えばクール&クリエイトさんみたいなところあるんですよ。今やりたかったのはウサテイです。これがウサテイです。マジ？いやー。ウサ。こっからです。でん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 。おお。私テイ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 1,2,3,4といえばクール&クリエイトさんみたいなところは僕の中ではあって、そこを同じじゃない、これ表現した他の東方ファンの人が見てもあそこ気づかない可能性もある。あら、絶対だ、絶対だ、気づかん、お前キモいな。で、ちょっと戻しまして、好きだ。はい、ここで止めるんですけど、マロンさん、ここで指をこうやっちゃったんです。ああ、そうですね。もう一回取ろうかって言った時に、僕が、いや、大丈夫です、いいです、いけますって言って、あ、いいんだって感じになったじゃないですか。これにもネタがあるんです。え、どういうこと？めんどくさかったからじゃない。違います。長江育っていうキャラがいて、サタデーナイトフィーバー、フィーバーっていうのを、あの、キャーイクさんっていうネタがあるんですけど、それだと思って、もう OK にします。ちょっといいですか？もう、僕ら何でもいい。いや、適当にやった動きも多分なんかやってる東方は。確かにこれをそれで OK って出しちゃってる、そのね、その頭の回転も早いね。お前東方の奴隷だろ。僕のルーツなんで。すごいすごい。まあこっからはちょっとね、これはこの辺は関係ないです。あんまりそのネタとかはないんです。まあその退治されちゃうみたいな、あの、これ直3人なんですよ。あの、こう退治されちゃう、エリ助けてー、ラッチ上だこれ。あ、じゃあパーン、じゃあ助けて、はい、待って、エリエリ、はい、ここですね。はい、これはもう分かるでしょ。これはい、これはもう分かるでしょ。これはもう分かるでしょ。やったじゃないですか、あの、アタイの足技みたいな。あー、キモさんごめん、そっか、そうだわ。ごめんなさいね、僕らちょっと忙しいもんでね。出てこんかったな。あれだ、これはボリアステップですね。はい、ここ、ここ、今のところ、ちょっともう一回見ます。こんなのよくアイドルがやってるようなね、見つけじゃないですか。はい、リン、エーリン。はい、この足技やって。助けて、エーリン。はい、ボリアステップ、エー。
ここです。何だこれ。こちらイオシスさんの悟空のニュークリアフュージョン道場っていうイオシスさんの曲があるすごいわ。横文字横文字見ればわかるから、それ一回見てみて。見ればわかるから見ようよ。じゃあもうすごいな。これはね、もう超有名ダンス。あのこれみんなでやるとめっちゃ楽しいんだよ。あ、そういうことね。こういう風にね、誕生日カーサ上頭。はい、これですね。あ、ごめんなさい、俺これ初めて見ました。イオシスさんのその DJ のライブとかで一緒にやるとむちゃくちゃ楽しいんですよ。でもうサビでおおメガフレアでっていうところがめちゃくちゃ楽しいです。おお顔やべえ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 。おお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 おこれ はい、こちらですね。はい、今のちょっと一回戻しましょう。すごいね。はい、やせっぺやせっぺやして、はい、これ何、はい、これ何これ何はい、こちら、はい、スカート、スカート。これはでも見たことあるんじゃないですか。え、あ、でもね、ある気する。え、そういうこと、アリス、アリス、アリス。正解です。それこそ五寸釘でございます。あー、これこれ五寸釘。はい、やっと知ってる。懐かしい。これですね。あーあー、よっ、これなんだ。はい、これでございます。五寸釘のこの曲だって最近マクドナルドの CM で、あ、そう、びっくりした。あれ、みこさんも歌い直してるもんね。そうなんだ。すごいすごい、ふんだんに入ってるね。じゃあそういう意味で、これこれがね、今ね、入ってきて。はい、ここですね。これが一番有名。夢、一番有名。一番有名って今のここです。一番有名って俺。一番有名。俺今一番夢って聞こえてる。まあこれがネスの夢だから。一番有名。有名。こちらですね、あのイオシスさんの、はい、あのアゲポヨトゥナイトという、まあこちらのカミコさんがやってる曲なんですけども、まあちょっと見ればわかります。はい、あ、でもなこれは確かにちょっと見たことあるかも。うん、あ、なんか見たことあるぞ。はい、きますよ。ナイトー、ここでございますね。これか。いや、もう素晴らしい。やっぱミコさんとアームさんがね、そう、基本もうずっとドリルになってる。ミコアンドアームさんがね、一番有名っていうのはちょっと俺も分かんなかったけど、いや、一番有名です、ね。あ、そうなんだ。この画面の前にいらっしゃる東方ファンはよくやってくれる。あ、そうなんだ。やっぱでも大丈夫、これ置いてきぼりになってない。いや、絶対ないです。僕なんかもうあの中の芸ぐらいかも。中の芸、中の芸、中の芸、中の芸です。お前が中の芸だって俺は何なの。何なの。そこ？ゲの死。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 以上を見まして、はい、ラスサビ見てください。じゃあラスサビまで行くのね。じゃあでも、もうみんな言えると思いますね。はい。はい、マリオジャンプ。マリオジャンプ。エリン。まあこうね、おじさんが。モリアステップ。はい、モリアステップ B。B があって。はい。はい、ここに来て、はい、ここ息吹ですね、あの、スイカの、はい、あ、やばい、はい、名前が出てこない、名前が出てこない、シャオエリン、エリン、はい、来ました、はい、あの、アシュワザ、アシュワザですね、はい、モリアステップ A が来まして、そして、ニュークリアフュージョン登場、来ました、はい、これどこだろう、アリス、アリス、アリス、はい、で、アゲポヨ、アゲポヨトゥナイト、分断でございます。分かってきたよ。はい、まあここら辺でちょっとね、うん、あの、あとはもうコール&レスポンスだけと思いきや、ちょっと一旦飛ばしまして、まだある、みんながこうやられている時、まずマロンさん、この倒れ方なんですか。これルーミックワールドだ。あ、そうです、そうです。っていうネタが仕込んであります。ルーミックワールド、もう東方関係ないじゃん。はい、そしてムラさんはこれヤムチャですね。アツクさんは、俺は多分あれ、あのスーパーマリオくんの、あの、そうですよね、こけた時の、こけた時、ずっとこけた。そしてケイタンさんは止まるんじゃねえぞ。あ
そして私ございますよ、はい、ドラゴさんはもうただ死んでるだけ、ただ死んでるだけなんですけど、すごいね、安らかな顔してる、はい、これはですね、テルヨフというテルオライさんかぐやのネタなんでございますね、はい、ネタ？ネタなの？これを気づいてる人がいまして、いたの？絶対じゃん、もう何じゃん、スヤーの蓬莱さんかぐやバージョンでテルヨフっていうのがいるんですけど、何かというと蓬莱さんかぐやっていうキャラが箱入りというか、あんまり外に出してもらえないからニートっていう、なんか二次創作扱いを、確かによくニートニートって言われてたようなイメージある。でスヤーって寝てるテルヨフっていうキャラをこうやったところ、もう一部の東方ファンにはテルヨフやってるやんって、そうなんだ、分かるんだこれ、分かった、これでテルヨって出るのすごいね、全然変わっちゃったの、蓬莱さんかぐやといえばこのなんかネタみたいなところもあるので、そこに気づいてくれたのは嬉しかったなと、はい、思います。どうやって生きてきたの？クソ引きこもって、あのなんか外にも遊びに行かず投稿ばっかりしてました。好きだったね、すごいし、介護の免許取れたね。そうなんですよね動画の時期が最後は学校に4年通いましたし、うん、ラストの2週間、うん、あの死ぬ気で勉強して、あ、そうなの、やっぱ結構大変だったので広げようとすんだ。これで終わりと思いですか？終わらないですか？まだ行く、締めに入る、まだ行くんですかね。そこで終わるんで、おまけを解説しながら、あ、オッケー、おまけあったね。おまけは、おまけはですね、失踪アンサンブルっていうのクール&クリエイトさんの、はい、タミフルリバー3姉妹と呼ばれる、あ、これは有名だよ、これはめちゃくちゃ有名です。めちゃくちゃ有名。ちょっと待って、お前速攻で終わるっすよ、残り2分ぐらい。おまけですね。おもろいな。はい、こちら、これね、これね、これあの原作、うん、まあ、タミフルリバー3姉妹で調べてもらえば、はい、大丈夫です。いや、もうこれは、これはもう有名、もうずっと、ね、だって、なんならこれからあれだもんね、取り出したもんね、はい、この確かに、これね、ニコニコのネタが全部詰まってると言ってもいい、ね、これはオリジナルなんですけど、ニコニコのネタが全部詰まってる、これどうはない、これね、全部詰まってる、ニコニコのめっちゃ名前いいところ言ってるわけだって、これ、まあ、ここは今そのタミフルリバーのオリジナルの動き、これもね、ちょっと映像見せてもらいながら、俺らも細かいディティールも合わせましたけど、はい、ここからですね、はい、これはあのケンプファーのエンディングの、うわっ、ケンプファー、うわ、やばい、ケンプファーだ、ケンプファーだ、やばい、え、ちょ、ケンプファーともう関係なくね、それさよの東方に入れた、東方に入れた、踊らせたってことなのね、今これですね、懐かしい、懐かしいね、はい、これはうさ、うさと、うさは、なんだっけ、うまうま、うまうまです、うまうまですね、うまうまか、うまうまですね、はい、こちら、ポッピンポやったな、さっきの詰まってんね、はい、男女やりました、はい、これ、あ、う、いね、いねってやつ、あ、懐かしい、いいね、いいね、はい、はい、こちら、今のところ、ごめんなさい、止めます、はい、今のところは、モジピッタンの2ステップです、モジピッタン、そして、今これやってるのがボスラッシュというコミュニケーションブレイクダンサーっていう曲で、いろんなキャラが、まあ、この動きをやるっていうネタがあるんですけども、はいはい、それの再現でございました、はい、はい、すごい詰まって、以降は、はい、まあ、このネタがオンパレードなんですけども、はい、あれ、あれ、陰陽師入ってる、あ、陰陽師は全然入ってないですね、全然入ってる、そうじゃん、陰陽師さんは、もう踊ってみたとして、あ、まあ、まあ、そっちだから、まあ、あの、なんか、まあ、男女の、ね、そう、そう、ね、お前の切り返し方すげえな、ネタを詰め込んでる、なるほどね、だから、その他にも、その、ゲッタンとかがあったりとか、はいはい、すごいな、そう、うん、すごいね、めっちゃもうね、渋滞の中で細道見つけて行ってそれ、いろんな道が繋がってるって感じ、ゲッタンも出てきちゃう、皆さんにはちょっと、なんか休憩もなくぶっ通しで撮影させていただいたんですけど、こんな感じのネタが詰め込まれて、でもなんかやっぱ俺らが知らない部分で、そのユーザーの方がこことこれでみたいな、さすがネスみたいな感じで楽しんでもらえてるなら、ね、嬉しいなと思います、ね、じゃあラストにちょっといいですか、うん、はい、逆に僕からのちょっと問いというか、はい、僕見てなんか気づくことあります？え？いや、これどうですかネス、なんかわかります？いや別に特に、いや、心鋭利、鈴見敦樹、いいじゃないですか、俺これね、一個付け忘れてるものあるんですよ。お、え、付け忘れてる、付け忘れてる、これあの画像を見てもらえたら分かると思うんだけどね、はいはい、あの本当のエイリンはね、ここにね、白いの巻いてるんですよ。あ、巻いてるわ、あ、巻いてるわ、これ
撮影終わった後に、はい、着替えてた時になんか白いの出てきたの。あ、何これ、そうだったのか。で、画像調べたら、あ、しまった。で、全部撮影終わった。やばい、やばい。巻いてる、巻いてます、巻いてる。すごいやこれ。何してんねん。バイバーイ。バイバイ。ちょっとやめて。東方好きな人は一体何人気づいたかっていう話なんですよ。これ僕からのちょっと逆にあれでした。挑戦状でした。どこまで気づいたかコメントで、ね、どんぐらい気づいたか。あとすげえコメントで多かったのが、まあその衣装上申し訳ないんですけど、そのゴミに見える。ああ、そうね、キャラが熱きのこと見えるっていうのが熱きの言葉、ゴミに見える。バイバーイ。最後俺をゴミに見える。バイバイ。ゴミに見える。バイバイ。ゴミ落ち、ゴミ落ち、ゴミ落ち。はい、というわけで、すごい、あのこれで僕からエイリエイリンで皆さんに教えることはないので、お、あ、もうそう、もう卒業ですか。でも確かにこの振りをやることにね、なんかもうイメージがまた変わったなと思ったんで、意味があるっていう。確かにね、一つ一つを噛み締めて、確かに全部覚えたんだよ。まあクール&クリエイトさんと、もうイオシスさんのネタが舞台に詰め込まれているということで、他の原曲だったり東方アレンジ、むちゃくちゃいい曲ばっかりになって、ちょっとあの聴いてみてもいいかなと思います、皆さん。で、またなんかね、あの東方シリーズでなんかやってほしい曲とかがあったらね、コメントとかね。そうですね、もう衣装はもうあんなそうなんだよ。やらないんじゃないでしょ。僕らの衣装を使わせてくださいって言われて。このエイリンもさ、現地でやる時あるかもしれない。確かに。その時はね、ぜひみんなと一緒にね、エイリンとかやってほしいですね。だからちょっとこれは皆さんも覚えといて損ないんじゃないですか。皆さんもね、あれは、あの動きは、あの動きだとかね、あの動きなんだっていうのは分かったと思うので、さらに楽しめると思います。というわけで、私たちですね、まあ僕こんな格好しておりますが、10月4日に、はい、武道館に、はい、武道館にワンマンライブします。はい、もうこの動画が上がってる頃には現地は完売してると思います。あとはまあ配信チケットの方もね、はい、配信チケットがございますので、はい、気になった方は配信買ってください、はい、よろしくお願いします。概要欄にありますので、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、お相手は、リアルアキュアボーイでした。また次の、ダンス会場でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。